Spinner. Good morning, アシュリーです。12月19日月曜日、世界で今起きていること。このポッドキャストデイリーブリーフでは、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。マスク流の改革がまたしても波紋を呼んでいる。ツイッターが主要メディアの記者アカウントを一時凍結したことを受け、国連や EU の当局者が相次いで懸念を表明しました。ツイッターでは複数の記者アカウントが凍結された後、イーロン・マスク CEO が自身のアカウントで実施したユーザー投票の結果を受けて凍結解除を発表しました。またツイッターは Facebook や Instagram、Mastodon などツイッター以外のソーシャルメディアを宣伝する目的で作られたアカウントを削除すると発表しました。中国で新型コロナウイルスによる死者が激増している。ゼロコロナ政策を緩和した中国では新型コロナウイルスによる死者が増加しているようです。公式発表の死者数はゼロですが、ロイター通信によると、北京の葬儀場は逼迫状態に陥っている模様です。保健当局者は、この冬に3度の波が来ると予想しており、死者が今後100万人を超えるとの見方も出ています。ゴールドマンサックスは最大4000人を削減する。今月16日に明らかになったこの人員削減計画では、4万9000人の全従業員のおよそ 8% が首を切られることになります。ゴールドマンは FRB アメリカ連邦準備制度理事会の金融引き締めにより業績が低迷しています。7、9月期決算の最終利益は前年の同じ時期と比べて 43% 減のおよそ30億6900万ドルでした。国民の9割が投票しなかった。北アフリカのチュニジアで今月17日に行われた議会選挙では投票率がわずか 8.8% と過去最低を記録しました。サイード大統領が独裁色を強めていることに野党が反発し、12の政党が選挙をボイコットしたためです。チュニジアは2010年に始まった民主化運動によって23年間続いた独裁政権が崩壊し、アラブの春と呼ばれる中東地域での政治改革の成功例とされてきました。しかしその後も経済は改善せず、近年は特に国民の政治への失望感が高まっています。マカオがカジノ頼りからの脱却か。 MGM をはじめとする6つのカジノ事業者が来年1月から10年間のライセンス契約をマカオ政府と締結しました。マカオはカジノによる売上のみではラスベガスを抜く世界1位ですが、その他のレジャーやエンタメ部門、あるいは国際カンファレンスの開催規模においてはラスベガスに大きく差をつけられています。今回のライセンス更新でも、事業者にはカジノ以外での新規投資が求められた模様です。アップルが新たなアプリ配信の道を開く。アップルが iPhone や iPad などのデバイスで App Store を通さずにアプリをダウンロードできるよう準備を進めていると各メディアが報じました。これは EU の新たな競争法に対応するための動きで、これまでアプリの開発者に課されていた通称アップル税とも揶揄されている手数料が今後解消されるかどうかに注目が集まっています。今世界で起きているニュースをいち早く受け取りたい方は Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などでぜひデイリーブリーフをフォローしてくださいね。アシリーでした。Have a nice day!
Spinner. Hey everyone, I'm your boss Mila and Reiko. 長谷川ミラと佐藤真子にシュレイコの2人でお送りしている東京ヤングバス。同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会の違和感などシェアしています。毎週月曜にスピナーを通じてニューエピソードを配信中。メッセージは番組概要欄のメッセージフォームからお願いします。東京ヤングバス聞いてね。バイ。